ドラゴンボールの元になるような漫画を描いたんですけどでそれが鳥山明がジャッキー・チェーンめちゃめちゃ好きだったんですよね。 鳥山明さんがまずドクタースランプあられちゃんっていうので当ててであられちゃんあられちゃんでうまくいってたんですけどあられちゃん以降いろいろやっててでやっぱりそれをなかなか超えないよねっていう時にドラゴンボールの元になるような漫画を描いたんですけどでそれが鳥山明がジャッキーチェーンめちゃめちゃ好きだったんですよねなので中国系のカンフーの漫画を描きたい ドラゴンボールの初期の頃って、悟空は割とその漢風の使い手として、中国風のあの、なんか武道服とかよく着てたんですよ。で、まあ、女衣房でっていう最勇機のあの世界観で、豚とかがいたんですけど、っていうのがあって、俺これ好きだよねっていうのを、 で、確かね、鳥島さんが言ってたんですけど、ジャッキー・チェーンの映画とかドラマ好きすぎて、全部セリフ空で言えたらしいんですよ。作品書いてる最中とかもずっと流してるから、ずっと聞き続けてるから、どんなセリフも空で言えるっていう状態ぐらいジャッキー・チェーン好きだったらしいんですよ。たまに言いますよね。トトロ大好きで、その子供の頃ずっとトトロ見てたから、トトロのセリフ全部言いますみたいな人とか。なので、なんかそれくらいそういうものが好きだよね。だから天下一武道会みたいなのも多分元々やりたかったんじゃないかなと思いますけど。ドクタースランプあられちゃんにマシリトっていう名前で出てきたりとか、 鳥山明さんのへ担当編集だった鳥島さんっていうジャンプの編集長をやってた人とドラゴンクエストを作った堀祐二さんがラジオで対談するって企画があったんですよ。これ超珍しいんですよあ。なんかメディアでは初らしいんですけど、鳥島さんはね、話すとめちゃくちゃ面白いんですけど、あんまり人前に出ない人なんですよ。堀雄二さんも ショーで、はは出出るけどど話すのにはほとんど出てこない人ででその二人がドラクエをどういう風に作ってたかっていう、ウィザードリーを楽しんでたよねっていう時代の話とかをしてるんですけど、で、そこで鳥島さんが友達全くいなかったって話をしてるんですよ。人付き合いもめちゃくちゃ苦手で、みんな見下してたみたいな話をしてて、結果としてただ人間はどういう風に物を見るのかっていう、客観的に人間が見ることができたので、結果として面白いとは何かとか、一般大衆は何を面白いと 感じるのかっていうのが多分分かったんだと思うんですよねえっとね。 別の人の話と鳥島さんの話がごっちゃになってるかもしれないですけど、確か鳥島さんもともとね、漫画とかをすごい下に見てたんですよ。修営者に入ったんですけど、もともとあの、文学系の割と高尚な文学を読む人で、漫画とかクソどうでもいいと思ってて、漫画の担当になった時もマジうぜーと思って、で、なんか資料室に入って、ずっと漫画読んでたらしいんですよ。で、いろいろ漫画を、まあ、仕事したくねーっていうのでずっと漫画読んでいくうちに、こういう風に漫画を作ればうまくいくんだとか、小回りとかの技術論 いいうのを結構ちゃんんと調べたらしいんですよわ、ね、かりやすい漫画とわかりにくい漫画の何が違うか。要は漫画を面白いかどうかで人は結構判断するんですけど面白い漫画に共通してるのは分かりやすい漫画なんですよ。小まわりがあってセリフがあってキャラクターの顔があってでこういう表情をしてる人とこういう武器でいる人がこう喋ってるコマが2つあるとこっち側で言ってるんだなお互いに口論してるんだなってわかるんですけどコマがこう向いてる場合はこれは なんかお互い共通のことで誰かに言ってるんだなとかっていうのを人は勝手にそういう認識を持つんですよ。小回りのサイズとかキャラクターの向きとかによってその場面の想像ができるっていうのがそれでわかりやすい漫画ほど何が起きてるか読者が理解できるんですよ。たまたまそのワンピースの エースがこう処刑されるところで海賊大集合で戦うっていうシーンを見てたんですけど、もうね、何起こってるかよくわかんないですよ。大量にね、人がいて、で、さらにいろんなキャラクターを混じって、これがだ誰かに叩かれてて、これは誰だみたいな、そこまで見てきた人であれば、 このキャラクター誰だよねっていうのは分かるんだけど、僕は一応そこまで見てきたんだけど、もうキャラ忘れてて、こいつ誰やねんみたいなのがいっぱいいるんですよ。で、それがいきなりなんか戦ってたりして、てえ、誰これどっち側これ海賊団の海軍なんだとかもう分かんないっていうのがあって、ごっちゃなんですけど、ドラゴンボールね、多分ほとんどそれないんですよね。まず多くの人数を出さないのと、戦ってる時は必ず地球側はこっちで、ベジータとか魔人ブーとか敵側はこっちとか、すごくね、小回りが分かりやすくなってるんですよ。で、 面白いかどうかというより、分かりやすい漫画の方が面白いと人は感じるんですよ。なので、鳥島さんは面白くない漫画であっても、分かりやすくする技術というのを多分、すごく積み上げた結果、割とその、鳥島さんが関わった漫画は評価が上がる。本当は面白いんだけど、分かりづらくて面白さが伝わらない漫画ってあるんですよ。諸星大二郎さん天描画みたいな漫画を描く人がいて、で、内容はね、すごい面白いんだけどね。 絵がね、見づらいのと、通りも入り組んでるんで、わけわかんないんですよ。で、まあ人によってはあの徐々わかんないって人いますよね。っていうのがあって、面白さというのはもうその人、その作者自身の持ってるポテンシャルで決まるんですけど、ただわかりやすさというのは技術で変えられるよね、みたいなことを鳥島さんって言う人なんですよ。興味がある人は堀祐二さんと鳥島さんの東京 FM の話を読んでください。鳥山明がドラゴンボールとかを書いた漫画の人ね、が仮に集営者の社員だとして、管理職にすると、 ったいなないいじゃないですかでも漫画描く能力はめちゃくちゃ高いと。なのでそれだったら出世させない方がいいよねと。で逆にその漫画は全然描けません。だから鳥山明とかに比べたら俺全然漫画描けないよ。でも鳥山明に面白い漫画を描かせるっていうのはドクターマシリトは能力が高かったんですよ。ドクタースランプ時代にドクターマシリトっていう名前でちょこちょこその編集の人が出てくるんですけど鳥島さんっておじさんは漫画は描けないんですけど鳥島さんが面白い漫画を描かせる能力は めちゃくちゃゃく高いで、すよで集英社でジャンプの編集長になって、で、今、白用者あれ白で始まる出版社の社長だかなんか結構偉くなってるんですけど、あ、そう、白戦車。ベルセルクを書いてるとこですね。あ、白戦車やめたんだ。花と夢コミック。鳥山明さんが、ドラゴンボールの作者の鳥山明さんが、名古屋で。 住んでたんですけど、忙しすぎて、引っ越す暇もなくて、本当に昔の話なんで、なんか、原稿料みたいなやつが現金できたらしいんですよね。現金も銀行に預けに行く暇がないので、でも盗まれるとまずいからって、冷凍庫に入れてたらしいんですよ。で、冷凍庫にしたら、冷凍庫がパンパンに一万円札になってしまって、で、凍ってるから、取り出すこともできなくなって、なんか万札の詰まった、どうしようもない冷凍庫っていうのが生まれたらしくて、さすがにどうかっていうので、東京に行くこともあるから、東京に引っ越そうかなって、 っていうふうに、鳥山明先生がなったんですよ。したら、あの、名古屋市の役所が、飛行機乗るんであれば、飛行場行きやすいように、鳥山先生の家の前まで、道路引きますって言って、なんかね、めちゃめちゃでかい道路作ったらしいのよ。で、それすっとバスとすぐ空港行けるみたいな便利になって、じゃあまあ、特に行かなくていいや、みたいになったらしいんですよね。っていうのがあったりするので、割と漫画家は儲かるみたいですよ。はい。 もし3つ願い事が叶うなら何を望みますかというありがちな質問をカズレイさんが答えてらっしゃるのを拝見しました。一つ目としてこの願い事が叶うというシステムが他の人にも起こらないということを望みますとおっしゃっていてすごく納得しました。ひるゆきさんなら3つ何を願いますか僕多分願い事をそのまま持って 続けるんじゃないですかね何かあったら願い事が使えるよねって思って暮らしてると結構幸せに暮らせる気がするんですよね。まあ、例えば知り合いが死にましたっていう時にあ、じゃあこいつ着えらしてとか言えるじゃないですか。今僕多分やりたいことないのでお金が欲しいとかっていうのやっても別になんか3つの願いを使わなくても手に入るじゃないですか。 絶対どううしよよもなないいねみたいな例えば宇宙人が攻めてきたとかに火星人が攻めてきて地球人やれちゃうっていう時にお願い1個使って「はい火星人絶滅させてください」とか言って火星人絶滅とかになった方が使い勝手があるじゃないですかなので今現在の僕は多分使い勝手のある問題悩みがないのですげえ使い勝手のあるんで問題が来る時にま例えばフリーザが攻めてきたとかねっていう時用に僕は取っとくんじゃないかなと思います別にワンピースとか見つけたいとは思わないですねはいヒロさんこんばんは33歳男フリーザ です私の戦闘力は53万ですがヒロキさんの戦闘力率ですかスカウターでででも測定不可能ですす気になりすぎて地球を征服できません多分10とかじゃないですかあれ農民が8とかなんかフォークを持った農民が8とかなんかその程度だったと思うので多分それになんかちょっと一回に増えたぐらいじゃないですかね。 デスビームが打てません。まだまだ修行しないとデスビームは発出できないんでしょうか。ひろゆきさんが全知電能だと勝手に思ってる変な人ですが、アドバイスをいいてです。ちなみにカメハメハはもうすぐ打てます。えっと、じゃあ先に多分カメハメハを完全にマスターした方がいいと思いますよね。エネルギーを放出するっていうこと自体が、まあ一般の人はできないんですけど、カメハメハをマスターすると、そこでエネルギーを放出するっていうことができるので、あとはそのエネルギーの属性をカメハメハからデスビームに変換させていくっていうことなので、まずハードルの高いエネルギーを放出するっていうカメハメハの方をマスター するといいんじゃないでしょうかひろゆきさんこんにちは以前デスビームの出し方の質問した変な人ですひろゆきさんのアドバイスのおかげで綺麗なカメハメハとデスビームが打てるようになりましたありがとうございます質問なのですがライブでデスビームをやりすぎて体力が低下していますこの地球という惑星にはセンという建物があると聞きましたがどこを探しても見つかりませんセンに近い食べ物はどこで入手できますか名前忘れちゃったあのね種なんですけど水をかけると粘液が出るヨーグルトとかに入ってるキヌアじゃなくて なんだっけ名前忘れてた。「地」で始まるカタカナ2文字の果物的なやつがあるんですけどもともと南米のギニアとか。 ギニアコーチとかで働いてるような、その、チアシード正解。原住民の人たちが食べてるやつなんですけど、ギアナコーチって言われる、グラジルの上の方にあるギアナっていう国の奥地で住んでる原住民の人たちなんですけど、で、その人たちって、肉ほとんど食わないんですけど、妙に筋肉質なんですよね。で、結果としてその、果物だったり芋を食べたりして、炭水化物がタンパク質に変わるっていう謎の細菌が胃の中に住んでるとか、バクテリアが荒れるみたいな、そういう感じの生き物なんですけど、 移動するときとかに、チアシードを保存食として持って、ビタミンだったりっていうのを補給するっていうのがあるので、割と栄養価がめちゃくちゃ高いので、なので日本で買うと高いんですけど、チアシードをひたすらこう、ポケットにずっと入れ続けて、何回る時にこう、チアシードをボリボリ食べるっていう、あの、水につけるんですけど、っていう感じにするといいんじゃないかなと思います。 え、チアシード。チアシードだと、地球人が作ったドラッグストアという建物に明日仕事の休憩中に行っています。えっとですね、多分ドラッグストアでは売ってないと思います。チアシードが入っている錠剤みたいなのあると思うんですけど、普通に種のチアシードって多分ドラッグストアだと売ってないと思うんですよね。並行輸入とかになるのかな美容系のスーパーとかでも売ってるかもしれないです。フュージジョンンンししたた後後のゴテンクスがギニューとボディチェンジしたら30分後どうなりますかえっ、ー、と、フュージョンって30分経つと離れるとかそういう設定だっけ 僕あのドラゴンボールちゃんと読んでないんですよねすいませんドラゴンボールゴジータとベジットどっちが強いと思いますか僕は映画版全然見てないんですよね原作しか知らないのでゴジータベジットって名前は知ってるんですけどどういう話なのか全然知らないんですよねあのなんかギガ人かなんかで見たんですけどオタマジャクシって透明なオタマジャクシの脳の神経活動を止めた上で頭に葉緑素をぶち込むんですよ で、葉緑素って植物とかに入っている緑色のやつなんですけど、で、それをぶち込んだ状態で日光を当てると、その葉緑素が勝手に酸素を出すんですよ。で、勝手に酸素を出した結果、その酸素をオタマジャクシの神経系はそれを勝手に使い出すんですよ。 なななのでで例えばじゃあ人間がが呼吸ができなくなりましたとでその時に脳に葉緑素をぶち込んで仮にその頭蓋骨とか肌とかが透明であればその葉緑素が酸素を出すので肺で呼吸をしなかったとしても脳が活動できるっていう状態が一応その理論上は可能だと言われてたんですけどそれを動物で実験したっていう。なので ナメック星人って太陽光線を受けて葉緑素でエネルギーを取ってるので飯を食わなくていいっていうそういう設定だったと思うんですけどなので肌が透明な人類に関していくと一応それが可能であるっていうことが実験でも証明されたっていうのでなので,なので理論上はできるよねって言われたのが一応ありだっていうことがあったかもしれないです。まあそこら辺は予言をしていた鳥山明すごいよねって話です。透明な生き物はメダカとか魚ですけど基本的に多分葉緑素をぶち込みまくる系でいくと 多分酸素は永遠に太陽光線が届くのであれば作ることはできるっていうのが割とあるのでそ新しい生き物を作ることができるんじゃないかなっていうのがそこであの、まあ、新しい生き物を作りたいかどうかは別にしてっていう技術があった方が面白いなと思いました、はい。鳥山明がすごいよねって話でした。以上です。 この話何回もしてるんですけど、僕が中央大学っていうところに入って、マジで留学しようと思った理由の一つが、文学部島を歩いてる時に、先輩的な人がこう廊下に座りながら、その当時ドラゴンボールっていう漫画が流行ってたんですけど、週刊少年ジャンプを見ながら、隣の友達に、マジ悟空って強えよなって言ってんのを聞いて、あ 本当にこういう頭の悪い人がいるんだ。で、僕はここの大学に4年間通うとこういうことになっちゃうのかなと思って、現実と架空の話の区別がつかないような人が大学何年も行ってもつかないんだっていうのがなんかすごいびっくりしたん、ね、で、そうはなるまいって思ったんですけど、そういう感じになられたくないのであれば、偏差値高いところに行くといいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に抜けになります。